宮福鉄道 MF100 系機動車及び MF200 系機動車は北近畿丹後鉄道が前身である宮福鉄道の開業時に導入し2015年4月1日からはウィラートレインズで使用されている機動車である1988年北近畿丹後鉄道の前身である宮福鉄道が宮福線を開業させた際に富士重工業で製造した車両で 同社の開発した軽快機動車 LE DC シリーズの一種である。一般車 MF100 型が4両イベント対応車 MF200 型が2両製造された。なお MF は旧車名のミヤフクを略したもので車名変更の名残となっている。スイスの山岳鉄道を模したデザインで全商島と人を一つの円形ライトケースに収めているのが特徴的である。 MF100 型はボディカラーが新緑色、MF200 型は深赤色である。これは宮福千円線に位置する大鉱山の鬼伝説にちなんだもので、前車は青鬼を、後車は赤鬼をそれぞれイメージしている。座席は新幹線200系電車と同様の鍵、リクライニングシートを使用しており、普通列車用の車両としてはグレードが高い装備である。 座席は1プラス2列で配置され、定員は80人である。MF200 型は、イベント対応車両として、カラオケ機器用電源を装備し、内装や、シートモケット色が異なる。機関は、新潟鉄工所製の 6H13HS を1機、搭載し、台車は FU34D、FU34T。ブレーキ装置は、大荷重装置付きので 1A。 ジャンパ連結機を備え、JR の一般型機動車とも並結可能である。2017年には、この機能を活用し、キハ40系との連結運転を行った。なお、混血対応機器は、MF201 号以外撤去済みのため、この運用には必ず MF201 号が用いられた。宮福船開業20年を迎える2008年には、リニューアル車が登場し、 外観も扉部分が黄色や水色にピンク色に塗装されるなど変化が見られる。2014年に202と102がリニューアルされ、これに続いて201と104がリニューアルされた。6両すべてが福知山運転宿に配置されている。主に宮福船内において炭鉱、または2両編成で使用されるほか、宮津専用の KTR700 系。 KTR800 型と連結して2両、内し3両編成で運転されたこともある。なお、本系列の後継として2019年度より、ありがとうございます。